さんこんにちは、まことです。今日は春の1週間コーデを動画に撮っていきたいと思います。初めてのコーデ動画なので、ちょっとなんかこの家を駆使してうまく撮れるかわかんないんですけど、参考になったら嬉しいです。で、春越して夏みたいな、これとかまさにもう半袖なんですけど、夏みたいなコーデもあるんですけど、よかったら見てください。ではスタート。1コーデ目はこんな感じです。これはザラのトップスなんですけど、もう半年以上ぶりぐらいにちょっとザラでお買い物をして買ったトップスです。で、このやっぱり私はどうしてもこのパフの肩周りとか袖とかにデザインがあるトップスがすごい好きなので、ちょっとこの春夏着れる T シャツっぽい感じなので、すごい普段使いしやすいトップスを買いました。はい。で、バッグはこれを合わせて、ブーツはショートブーツを合わせました。これが私の地元の佐賀県にあるアパレルショップのメルシーっていうところのオリジナルのスラックスなんですけど、サステナブルな作り方、染料がこう川に流れてもこう汚れないみたいな作り方をされているスラックスで、もう本当に届いた瞬間、履いた瞬間からもう履き心地が良すぎて、あ、もうこれはずっと履くなってこう思ったぐらい気に入ってるスラックスなんですけど、こうだから今年もね、一色新しい新色を追加してます。はい。で、これは、私身長152センチなんですけど、裾直しして履いてます。では次。はい。2個目のコーディネートはこんな感じです。で、これはザラでセットアップとして買いました。別々売りだったんですけど、セットアップとして着てます。でもこれがすごいこうゆるい感じのコーディネートなので、ちょっとこの縦目とか使ってバランス取れるようにしてます。バッグは、白のバシックを合わせて、もう白とグリーンの春コーデっていう感じです。で、足元はスニーカーでもいいんですけど、もう本当にすごいラフ楽みたいな感じの格好したかったので B さんを合わせてみました。これはティキーズの B さんです。じゃあ次。3つ目のコーデはこんな感じです。最近イエローとかグリーンとかがすごい気になってるっぽくて、新しくこの黄色のスラックスを今年買ってみました。で、これがシールームの、スラックスで、これね S かなって、 S サイズで、これ裾直しなしで履けてます。で、すごいね、このウエスト部分がこうゴムでできているので、もうすごいこれも履いてて楽ちんって感じです。で、これがユニクロのスウェットなんですけど、メンズの M サイズでゆるいシルエットになるようなコーディネートにしてみました。で、結構上もダボっとして、下もねゆるパンツなので、ちょっと髪はすっきりするようにハーフアップにしてバランス取れるようにしてます。で、スニーカーはこのオールバーズのダッシャーズっていう乱臭のシリーズなんですけど、これを私服に合わせて履いてます。で、このなんかすごい乱臭っぽいデザインなんですけど、こういうスラックスのきれいめなパンツとか、あとワンピースとかにも何でも合うので、すごい履きやすくてお気に入りです。で、バッグはジルサンダーの黒もちょっとラフな感じで、こう肩掛けよりもこう紐で持つような感じにしてみました。私こう色物を取り入れるときはなるべく2色で、多くても3色でまとめるようにしてるので、まあ今日は白黄色にこう無難な黒を合わせてみた感じです。はい。じゃあ次。
はい、次のコーデはこんな感じでベージュのセットアップで大人っぽい感じにまとめてみました。で、こうベージュとバッグとシューズもブラウンで統一してなんかワントーンコーデっていう感じです。で、このセットアップがカベサロストっていうブランドのセットアップで、私は展示会で頼んでたんですけど、多分もうちょっとしたら発売される今年の新作のセットアップです。カベサのサイズ感で言うと確か36と38で SM とフリーサイズって感じなんですけど、私の152センチの身長でだいたい S サイズのものは裾直しせずに、問題なく履けるサイズ感になってます。セットアップなんですけど、こうもちろんパンツだけとかもすごい着回しができるようなシンプルなデザインなのですごい使えるかなと思ってるのと、あとこの分かりづらいかもしれないんですけど、前にスリットが入ってるデザインがすごい可愛いのでいっぱい着たいなと思ってます。で、まだね、このタンクトップはちょっと早いので、なんかこんな感じでGジャンとか羽織を一緒に合わせて今は着れるかなっていう感じです。じゃあ次、最後のコーデはこんな感じのオールブラックコーデにしてみました。このワンピがティーナっていうブランドで初めて着てみたブランドになります。このミニ丈の足を出すワンピースがもう足出すコーデが久しぶりで、ちょっと今年27歳になるのでちょっと挑戦なあの感じのコーディネートなんですけど、ちょっと子供っぽくなりすぎないようにバッグとかブーツは黒で合わせてオールブラックのコーデにしてみました。このワンピはミニ丈のワンピなんですけど、私の身長で膝ちょい上ぐらいなので、こう大人の方でも着れるワンピなのかなと思って合わせてみました。はい、こんな感じが私の今年の春の1週間コーデでした。まあ、1週間と言っても多分結局6コーデになっちゃったんですけど、よかったら少しでも参考になったら嬉しいなと思います。で、ちょっと初めてこのお家で自分一人でコーデの動画を撮ったので、なんかすごいやりづらいし、もう光もちょっとあんまり綺麗に入ってこなかったりしたので、ちょっと見づらいとこもあるかもしれないんですけど、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。もしよかったらなんかこのコーデが好きですみたいなコメントをもらえたら嬉しいですはい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。